楽家ってのは晒し者になったことはない人種なわけで、芸術家とか音楽家とかそういうのは徹底的に晒し者にしなければならないってわけです。誰も晒し者にしないし、いわゆる死滅するとか地獄だとか終末だとかいう言葉は時々音楽家の言葉としても、まあ、芸術家の言葉としても聞くわけだけれども、から全くもう観念的でしかないし、自分をどこで晒し続けてるのか僕には全くわからないしね。そういうことに対して苛立ちは何年も僕の中にあったってことがあって、で僕は今回はね、どんな形になるかわからないけども、徹底的に音楽家を晒し者にしようという気があるわけです。あれを続けるから面白くね。あれ止めなきゃで、ジャジャジャッと止めてくるでしょ。それでまたジャーって言ってたらびっくりするんですよ。それを続けるから変化がないんですよ。残念ながらその不遂なんですね。不遂なとこってそういうことやる。そうですよ。いかがですか、今日お聞きになって今初めて今回お帰りになってますね。どうってこともないですね。なんともないですけど俺らも昔の話で竹刈って死ぬとか嵐のとこで素っ裸で座禅なんかしてると持ってくるのすごいですから、林の中、山の中に入るともう嵐があるでしょ。嵐の中に木の枝がいっぱいと思って一晩中夜明かすなんていうのはすごいですよ。ずーっと怖くてですね、トンコも暗夜の中ですから道は分からないし、よく意味でないですね。今はもう人造物ですから怖さはないでしょ。怖さが入らんと凄みが入らんと、ただやかましいだけであったら見るんですね。何のことはないですね。なかったらダメです。凄みが入らなきゃですね、人の首切りをさらっとこうですね、それなかったらあと気持ちをですね締め上げるような気持ちとかですね、それに与えるだけの効果があるんですけど、これは私らを感心させることは難しいんですが、だから止まった瞬間の方がびっくりするわけです。これも言いますけど、たくさんの人間がおって一人が静かになるよ、たくさんの人間とかパッと静かになってくれる静かさがないですね。それすごいです。それがまだ修行が足らんですね。遠くで呼んでるやつはあれ誰だ、じゃないし、人敵とのおごりじゃないし、落ちたこの世のかけらじゃないし、地球が垂らしたクソでもないし、連続シャレスなんかで長山のりおって言いますけども、あれと同じふるさとから育った同年の男ですけどもね、彼があのいわゆるフォークソングっていうと、いわゆるボブ・ディランとか、そういわゆるこうもうすぐソフィティスケートですか、洗練されたあの傾向ばっかりだったフォークの中にね、まあ、狂い咲いたやつなわけですけどもね、もう彼はギターも本当に弾けなかった男だし、歌なんかも音痴で点で歌えない男はね、もうどうしようもない、もう憤りとかね、そういう気持ちからいや叫び始めたり怒鳴り始めたっていうことはね、非常にやっぱりこの日本のフォーク界とか音楽界って一つ の事件だったと思うわけですよね、うん、そういう意味で彼しかフォークの中ではいないんじゃないかと僕は思い続けてきたし、で彼もそういう意味で自粛感にね、舞台でもうまさに彼のままにね吐露してもらいたいと。まさか平和ないっぱいの夢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 の小島じゃないだろう。音楽というか音は例えば、まあ、弦と弦の糸を引くと音が鳴ります。ところが真空管の中で音を引くと音は鳴らないと。しかしこれは鳴っているわけなんです。音がそれは響くとか響かんという問題ではなくて、それは自分の心が鳴っているから音が鳴っているわけです。ただいま私がこうして瞑想してたのは瞑想ではなくて、無の音楽を実は今そうしてたわけなんです。お前はですね、音楽というものは楽器を使わなくても音楽でなくてはならぬ世界が参ります。したがって音楽というものはあらゆるもの、自分の心の世界から見るわけです。鉄理というのは、鉄というのは心ですね。心の悟りから音楽ができていかなくてはならないわけです。例えばこういうふうな、これは弱板というか、まあ、音ですけどね、これはこうすると朝スズメが鳴く音に聞こえるわけです。これで分裂の使用を始めます。例えばこれはこうやる、人間の習性でこれもこうなるわけです。これをこうするとこういうふうに打ってくる。
つまりこれはすなわち分裂の修行、本郷の音楽というものは分裂の修行から元の修行に帰る、そしてその無の音楽に帰ってくるわけなんです。今度は無の音楽というものを総括した場合に、音を響かせた場合には、無に対しては動きという音楽、動きの音楽というものはうおは、いや音楽として本当に意味あったのかもしれませんね。もう絶対に必要であったって時期があったかもしれませんけど、今はないと思うんですよね。だからどんなに民謡集会とか民謡大会でね、共有性みたいなのがね持たれたとしても、それは限定的であるというだけでも幻だし、どんな形でロックジェネレーションとかやるジャズ時代とかいうのが来たとしても、それは絶対信用できない。それほど本当にリアルなものではないと思うしね。今日はごめんなさい、みんなちょっと不機嫌な感じで終わります。言わないんだよ、終わりって。あとは黙って終わりはないよ。自然に終わっちゃう。終わりないんだよ。これは自由。いや、ご苦労さん。はっきり終わってないみたいな感じ。なんか終わりの挨拶ぐらいしたら。いや、終わりって言われないと困る。目覚めが悪いみたいな。目覚め悪い。気に食わない。終わりって言ってやんないの？言わない。やらない。終わりは打足です。終わりはないの？本当にないの？ご苦労様。もう、かんです。ありがとうございました。これで帰りますので。本当はもっともっと寒いはずなんだよ。もっともっと寒いはずなんだけどね。どっちが北なのかしら。でも寒さってのは単なる皮膚感覚じゃないし、寒い感覚っていうのと飢えた感覚っていうのは他のどんな感覚かとも絶対違うはずなんだよね。でも寒いっていうのは何なんだろう。もっともっと寒くならないとでも何も見えてこないと思うんですよね。